テスト3回戦用意スタート。そう、早飲みじゃないからね、ゆっくり飲んで鼻と口の間に牛乳を先にちょっとお嬢様にティッシュ手元だけに渡しといていただいて、はい、もう気合が入ってるのよくわかりますね。いやー、いいですね。さあ、できたかな。12番の僕いいよ、マイペースで OK だよ、マイペースでいいんだよ。いいね、12番の僕ね、なんかこう将来大物になりそうなね。西前頭3枚目牛乳山、福岡県出身。はい、じゃあ先生に見せて。どうだ。あ、なるほどね。はいはい、もう約3名めちゃめちゃアピールしております。さあ、会長いかがですか、この戦いは。いや、大人の方とですね、大人の方なんですが、非常にこう審査するのに難しいなと思っております。はい、まあ、見事な部分とね、やっぱりちびっ子も頑張ってるしな。常備いかがですか。最高に難しい戦いですね。ですよね、採点しにくいですよね。どこに主眼を置いていいか分かりませんけど、はい、相談します。はい、さあ、それではややちょっと相談ということで、会長と常務に相談していただきましょう。それではその間、ハッピーミルクフェスタということで、各界のゲストの方にお越しいただいております。福岡ソフトバンクホークスの王貞治会長に、お越しいただいておりますので、ご紹介したいと思います。王会長、すごい今日これは難しい戦いでしたよね。そうですね、これは大人っていう部分とね、それからちびっ子がね、にこやかにやってるっていう、これはもう採点するの本当に難しいなというふうに思いますね。ですね。さあ、それでは、結果が出たようです。それでは会長、お願いします。はい、非常に難しかったんですが、はい、まあ、パフォーマンスもあってですね、はい、10番が18歳の18歳じゃないんですか。自称18歳。自称ですね。はい、その方優勝ですね。はい、はい、おめでとうございました。大きな拍手をお送りください。もう大人部分でも率先して参加していただいたのでありがとうございます。はい、じゃあこちらラジオが入っておりますのでお持ち帰りください。その他の皆様方、下へどうぞ。はい、